日本一のビッグレイク琵琶湖。バスフィッシングのスケールも限りなく大きく、数多くのオリジナルゲームが次々と生み出されている。港の岸釣りはフルシーズン楽しめる新しいスポーツとしてヤングバサーの人気を集め、秋から冬の高シーズンにはファミリーからバスボーイまで大勢のバサーがバスとのゲームを楽しむために集まる。繊細にテクニカルに楽しむ港の岸釣りとは対照的に、ホッコのオープンウォーターの岸釣りは50センチオーバーのビッグバスがターゲットだ。港で楽しむテクニカルな釣りとオープンウォーターでのスリルあふれるビッグゲーム、琵琶湖の岸釣りはあらゆるバサーの心を捉えて離さないだろう。出た。いよいよ出ま、ついに出ました。よいしょっと。じゃーん。これを見てください。これが幻の60センチです。見てください。この口。つい先釣ったやつですけどね。まあなかなか年間通してもこの60ちゅうのは幻ですね。ついに出ました。ドーン。これ釣ったのはスピナーベイトで来ました。今日はちょっと12月の中旬ですんやけど、天気がちょっとポカーっとぬくくて、まあこういう日は案外とこういう特大のビッグワンが出やすい時期やのでね、今日はちょっと熱心にやってたら晩の8時過ぎですね、8時過ぎにゴッツーンと、ついに、まあ、僕も今年釣ったのが3月だから9ヶ月ぶりの快感ですね、まあなかなかそうお目にかかれないサイズですね。はい、もう何時間見てても飽きひんね。子供に戻った時みたい、これがもうこの一瞬のためにもうすごいあれもう労力を尽くせるからね。この一瞬のためにもうスピナーベイトを何時間でも掘りまくるちゅうとんでもないことやってるさかい、辰田博士はこれまでに6匹の60センチオーバーをキャッチし、1992年には1年間に66匹の50センチオーバーをキャッチしているビッグハンター。個性の広い砂浜に胸まで立ち込んでルアーをフルキャストする。琵琶湖のビッグゲーム独特のスタイルは彼の豊富なフィールドワークから生み出された。これまでにキャッチした60センチオーバーのうち5匹までもが岸釣りでキャッチされたもの。琵琶湖の岸釣りをリードし比類なきゲームを繰り広げるビッグハンター辰田博士。このランカースペシャリストを琵琶湖のバサーの多くは敬称を込めてミラクルバサーと呼ぶ。
ちょっと降りたね。もうやっぱり60、みんなね、5匹釣ってる男やいうことで、やっぱりもう60はね、とりあえず生きてるやつをこう見せるのがね、使命や思っとったから、やっぱちょっとこの間からプレッシャーがきつかったね。まずほんで遠くへロングキャストの場合は第一にまずこういうウェーダーね、ウェーダーでここまで立ち込んで、これだけでもだいぶ距離がまあ 3,4 メーター違うから有利やし、それプラスね、僕の場合はこれはほどまあであろう、もう 5,6 センチ垂らして、そしてこうね振りかぶって、この垂らした分のルアーの重さプラス竿の弾力で掘るんですわ。ただまあこのゆっくり掘れ言うて、僕の場合思い切ってやるから、こう垂らして、ちょっとわかるかな、ちょっとあれでこういう具合にこう何ていうかな、垂らしたプラスこのルアーの重みで遠くへ掘るっていう感じやねんけど、なかなかこれは口でちょっと説明しにくいけどね、どう言うたらええんかわからんさかい、まあ、だいたい平均やっぱりよう飛ばす人がこのこういう個性の砂浜はよう吊る人やから、まず飛距離が伝統どっちになっても話にならんから。ほんでね、スプールのこのテンションネジが、僕の前はベイトリール使ってるけど、あ、すみません。このスプールのテンションネジはもうガタガタに緩めて、ブレーキもメモリ 1.5 か2でやるんですわ。ほんでね、このクラッチ切った状態ね、もうちょっと前とくか。こんなもん。もうこの、落ちるだけでバックラッシュするぐらいの、バリバリ敏感な、もうこうやって、ドボーンと垂らしたらもうこんなして、垂らして止まっただけでもうこんなバックラッシュしてしまうぐらいの、スプールはもうなんせ、回転第一で、やると。ただほんで、それやと、ブレーキがこんな位置で横のテンションネジも緩めまくったら、バックラッシュするんやないか、いう人がやはるけど、それは結局、ルアーのウェイトがね、2分の1オンス以上使うと、意外とウェイトでこう、引っ張られて飛んでいくから、意外とバックラッシュってしないんですわ。ね、よーし出ましたよーんと、冬は活性がちょっと低いけんども、おまあまあのサイズやね、出た出た、じゃん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 と、じゃーん、おランカーが出ました。ええとこ入っとんな、やれやれや。やっぱりこの寒い山が雪積もってるような時はこれがいいですね。じゃんと。バッチし。50センチ。ああしてもうバーッと一通り探って、あかんかったらまた、車で走って、いわゆる車のランドガンちゃったね。だからこういうポコッとした、膨らみがあれば、そこへもうパッと車止めて、もうパッとまた降りて掘ると。ほんで、タッと一通り、活性の高いバスがおったら釣れるし、これで攻めて、赤なんだらまた別の場所へ行くと。こういうもう完全な、ラン&ガンの戦法ですね。よし、やるわ、ヒロタ。あれ、あかん。ギロ悪い、ヒロタ。安もんやけど、まあええやろ。もうとこ。や総爆や、こんな色の誰かヘビキャラやっとったな、こらこんなスナップつけてやるよっけ、これなんかここにラバラみたいなの、おおルアーじゃー、いやラバラってこれ俺のや、これ俺のや、俺のや、これは道具を持って、で僕の愛用のこの竿を持ってこれから出発します。ちょうどね、うちのビアコランカーズのメンバーの小西くん、小西くん、はい、小西言うて、ベテランが一人おるんで、二人で一本大きいバスに挑戦してみます。はい、出発しましょう。
俺は証拠にもなくドーンスピナーベイト、これでやりますぜ。もう今の時期は一発出すのはもうこれしかない、うん、これがあればほぼ何もいらんちょるか、俺はもう最後までこれしか今日は使わへんし、これで一発やってみますぜ。どうもやっぱ終わり気味やの、あ完全には終わってへんやろうけど、さあどんなんかな、まあまあけ40オーバーでしょうね。オッケーオッケー、出ましたよ。おお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 ちょっと切れるやつ、うん、バッチシのサイズやね、折れてたんちゃうけど、よう超えとるな。琵琶湖ランカーズは辰田博士を中心とする琵琶湖のビッグゲーム専門のバッシングチーム。彼らのフィールドは湖西を中心に湖北、湖東まで広がり、メンバーの半数以上が60センチオーバーのスーパーランカーをキャッチしている。今手前のこの人が岡崎くん、特異なんは俺と一緒でスピナーベイトとかバイブレーションが大体得意ルアーですね。村上君、あの人は大体ワームのヘビキャロとかが得意なんですけど、まあスピナーベイトとかそこそこのあれもあのハードルアーも結構こなしますね、はい。まあ、どっちかだと漁港釣りが得意、はい。あの人が川上君、僕として大体ハードルアーオンリーで活性の高いバスを釣っていくんですね。去年は60オーバーを1本上げてはります、はい。熊谷君、あの人は大体ワームのビッグワームのもうランカー狙いオンリーですね。大体もう大きい魚を釣るだけで小さい魚は一切見向きもしないとい う, もうほんまのランカーハンター、はい。大体まあどっちかやったらキジ釣りがみんな主やから、どうしても似たような釣りになってしまいますけどね、はい。まあ、以上がメンバー紹介ですけど、この沖にここはかなり金魚もが生えてるんですわ。帯状になっててそこについてるんです。あ、群れ発見ですねこれ。ここでゆっくり巻いて50センチ潜らしてからスティッチし始めて、ウィードがあとこの辺がウィードなんですけどね、こっからウィードの上におったら絶対釣れるんですよね、このやつ。肩が小さいね。こんな雨のええ天気なんで釣れたもありますけど、この桟橋というかあの石畳の石積みの防波堤の大きい、そうですね、20メーターぐらいのところにこのクロモがこう点在してるんですわ、この辺。ほんでよう見たら黒いところが分かるんですけど、でその辺にバスついてますんで、それをねサスペンドのミノーでティッチングで釣ったんですけど、ほんでこのサスペンドミノー掘ってリトリーブするんですけど、リトリーブずーっとしてそうですね、50センチから80センチ潜ったところからゆっくりティッチし始めるんですけど、ティッチしたら糸がたるむんですね。でたるんだ糸を竿を戻すと同時にもう巻いてるんですよ。そしたらいつも当たり取れる状態になりますんで釣れると思います。
で、どうしてもあの当たりはあるけど乗らへんことあるんで、あのやっぱ針はいつもトントンに研いどいて、ね、触るだけで、あの先ほどもスレありましたけど、体触るだけでかかるぐらいにしといた方がいいと思うんですけどね。最初にこんなミノーで上に浮いてるバス釣ってしまう思うんですけどね。ここ落としてちょっと沈めるんですよ、あのリーディングして、で50センチぐらい沈んだところからティッチ始めたら食うてくるんですよね。今日はもうこんな天気やから入れ食いになるとせっこい思うんですけど、ええのがね、だんだんね、終わんようになってきたんですわ。何べんも投げてると。そやから、こっから、いっぺん、ルアーの色を変えてみます。今度は、茶色っぽい、まあ、地味なカラーで、今までもうちょっと飽きてきた魚釣ろう思うんですけどね。よし、これもせこいわなんとまあ、これスライダーの中に重り1、最重りここに入ってるんですけどね、これでスラッグゴみたいな感じで、まあミノーみたいな釣りするんですけど、向こう合わせでかかるような感じでやります。せこうても竿やらかいがよう曲がるよゆっくりじゃ、2号ぐらいでやるとどうしてもワームがそこへ沈まへんし、ね、当たりもコイルになってるんで吸収されてしまうんで、まあ、できたら細いラインでやった方が、ほんでスラッグ号なんかね、重さにしたら 3g もないようなワームなんでね、08にするとかなり飛距離が稼げるん でこんな漁港の中の釣りはもうみんながね、いじめてますんで、なるべくソフトにアプローチして釣ってた方が数釣れますね。今度はワームなんですけど、先ほどは、まあ、水面下の中層のところで釣っとったんですけど、今度も完全に底へつけてしまって、シェイキングで今まで食うてないやつを釣ろうと思います。だから今度やるところは広いところより、ああいう棒一本でも本当にタイトに落としたいんで、寝がかいてます。よっしゃ、1投目がやっぱり来るでしょ。この今まで釣れてへんバスがまあワームに変えて今釣れたんですけど、肩もやっぱり底のやつは一回り大きいね、先外で釣ってたぐらいの、うっと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 、ゆっくりバスがもう1投目からね来ますんで、あとね、この細いラインの釣りなんですけど、まあドラグこう緩めて釣りますわね。だからドラグの調整は何ていうんですかね、竿が曲がりきってこれ以上曲がんないいうところで、よいしょ、まだ硬いですね、これぐらいで出るぐらいに調整しておくんですね。そしてもうほんまに大きいのかかったらこれなんぼでも出てきますんで、人差し指か中指でこのスプールを止めながらここまで持ってきてポンピングして寄せてきます。ほんで急なね、突っ込みがあったら話やれば、まあ糸は絶対切れないんで、で糸切られるのがほとんどバスの場合口のザラザラで切られるんで、こんなして
あの最初のあたり取ったら口一枚にこうかかってますから、まあ絶対切られませんね。あの障害物に潜られん限りは切られないと思います。それであのドラグもいいんですけど、本当はもっといいのが逆転してねやった方がいいんですよ。あの細いとねこう巻いてるでしょ、巻いてたらよりがかかりますよね。ほんでもっぺん出てまた巻くことになったら二重によりかかりますんで、ボロボロになるんです糸が。そしたらこれやとよりはかからないんで、だからあのそのままオフにしとったまま巻いてると手離してた時に合わせるとブワーッとバックラッシュしますんで、あの連れてからやる方がいいと思うんですよ。シェイクしてちょっとポイント外れたかな、まあ、そこを必ずもうね、あのきっちり取ってあの浮かないようにしないと釣れないんで、あちょっとポイント外れましたね。あ、食うてる。でここでこないしてやる方が本当はいいんですよ。あのもしまあこれ小さいですけど引かれた時にこのようにあの糸出してあげた方が糸はあの悪なりませんね。で魚はほとんど逃げませんので、もうゆっくりゆっくりゆっくりしょ。だから竿はもう本当に軽い竿が何て言うんですかね、糸を持ってるだけのが当然当たりはよくわかるんで、重たい竿だとどうしてもその竿の重さの分力入れてシェイクせんとあかんので当たり分かりにくいですね。だからこのここに乗るぐらいの竿ですけど、でここに乗ってやっぱりなおかつあの自重が軽い竿で穂先にあの来る当たりをもう、ね、すぐ親指まで、ね、伝わしてくれるような軽い竿がいいですね。でこれ合わせてる時に割と後ろ反り返ってこなして合わせてますけど、これあの群れからまあバスをゆっくり離してるっていうんですけどね、そしたらまだ次の全然ビビってませんので繰り返しするんです。そこでちょんとしゃくてしまってね、糸で水かいてしまうと半分すれかけたバスが食うてくれんようになりますんで、これヘッドが4B ですか、 4B のヘッドの自作のジグヘッドのラバージグなんですけど、あの道糸は1号です。だからこういうところはもう移動距離を少なくしないと釣れないんで、あのなるべく抵抗の少ない1号とか、ね、1半までを使わないと釣れないんじゃないかなと思うんです。合わせ方ですけど、まず当たりの どういう風に現れるか言うたら、まあこうそこでシェイクしてますよね。シェイクしてたらバスがまあパクッと加えた時にこのシェイクができなくなるんですよね。当然あの加えますから重りが止まりますから、そしたらグンというようなあの鈍い当たりがあります。その時はもうコンコンも何もないです。コンというような当たりでそこでもう即合わせたら、こんな小さいもんですからバスの口にはすぐすっぽり入ってると思います。今掘ってるところはあのちょうどねこの港の中浚渫してると思うんですけど、 1.5 メーターぐらいから3メーターぐらいまで多分掘ってると思うんですけどね、そのちょうど落ちきったところらへんと思うんですよ。で落ちきったところらへんより上はあの石が出てるみたいですぐ根掛かりするんで、そこよりもうちょっと深めので、今日も天気いいですし深い方を主にやってるんです。もう来るわ。
完璧や。お、だんだん肩が良くなる。これあかん、切れるわ向こう行かな。こんな。いか切れても。よっ。あ、まだいけるわ、これぐらいだったら。あ、ええとこかかってるし。このテトラの穴のところにええのがついてると思うんですけども。あとあの向こうの鉄柱の。よいしょ。小さいで今日の。よいしょ。あ、バラシ。まだ来て、あ、なにこれ。バラシたやつまだ食うたで、他のが。でかい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 。ほら。ほら。ほら、あ、嘘みたい。綺麗わこのバス。これさ、こないだのトーナメントやっちゃいます。ほら、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 ほら。これもうにからまた取れへんで。でかい、でかい、でかい。これ取ったら美味しいで。これは取るわ絶対。石ホタじゃないですか。ほら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 。お、だいぶ弱ってきたんじゃこいつ。ほら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 。お、この塊の中おるんじゃん。おるでおるでおるで。そんな大きなかったと思うんですよね。39ぐらいちゃいます。おるおるおる。おう、おう、よっしゃ。で、今日はちょっと小琴の漁港へ来て、みんななんか釣り大会やってるんで、ちょっとまあ釣れるかどうか聞いてみたいと思うんですけど、天気としては今日はこれ曇っててね、バス釣り日和で、さっき開始早々からもうナビかまあまあそこそこのバスを持ち込んでいる人もいるし、案外と今日はいいみたいで。おお、また向こうもなんか一匹釣ったね、うん、おお、なかなかグッドフィッシュやな。なんで釣らはったミニチューブ。ミニチューブで、なかなかやっぱりやりますね。まあ息切ってきてはるで、早いことほな県領に行ってください。なかなかやってますねみんな、ただやっぱりこういう漁港系統はミニチューブとかやっぱワーム系統が強いんちゃうかなと思いますわ。どうしてもストラクチャーにこうタイトにピタッと強烈でもこれついとんやと思いますね。フィッシングプレッシャーがやっぱり高いところはどうしてもストラクチャーにつくんで、だから僕らのこういう釣りはもう完全にノンストラクチャーの何もないところを掘るんと、だいぶやっぱりそういうな感じで釣りのあれが根本的にその違うと思います。同じバスを釣るにしてもね。だからいっぺんちょっとどういうふうな違いがあるのか、これからこの目で確かめていこうと思ってます。どうです、ボツボツ釣れてますか。はい、釣れております。ああ、そうですか。大きいのが出ております。おお、そうですか。はい。もうちょっと中身を見てみたいと思いますんで。いいよ。あ、すいませんね。おお、40ぐらいありますね。これは同じ人が人気釣らったんじゃないですね。え、別ですね。まあ、別でね。うん。ええの釣らはったな。お、これはまあまあのやつですよ。なんで釣れましたか。サターマームのキャロライナーリーグ。サターマームのキャロライナーリーグ。
あ、これが初めての競馬。そうです。お、そうですか。まだちょっと時間あるんでね、はい、頑張ってください。はい、はい、どうぞ。大いになんか活性が、人間の活性が上がってるみたいで、なんか朝からボツボツね釣れてるみたいだけど、俺自身ももうこんなことやってる前に自分で釣りたいさかい、なんか今日はもう天気がようて釣れる気配ムンムンやで、これから釣りに行きますわ。もうこれもうやめ、こんなんもうやってられん、こんなんもう車でこれから行きますんで、もう向こうの釣り場で会いましょう。霞ヶ浦や北浦など琵琶湖以外のバスフィールドでも港の岸釣りは年々盛んになってきている。しかし周囲100メートルの岸壁を埋め尽くすほど大勢のバサーが集まるポイントは小言港を置いて他にない。ヤングバサーに人気最高の小言港、その秘密はやはりいろんな釣り方でバスがよく釣れるからに他ならない。手軽に行けて安全に釣りが楽しめ、バスがよく釣れる小言港は岸釣りトーナメントの会場としても最高のフィールドだ。バス釣りに関してはね、今日はええ天気やからちょっとしてと思って、ちょっと小言港のインタビューを蹴ってこっちへ帰ってきた。来ました。小さいけど、やっぱりこういうとこでしか釣る気がせんねん。まあ今の時期はあんまりサイズは大したことないけど、うえ、ああバレた、ハズステマンが省けたという。ちょうど37、8いうクラスですね。しかし今日でもものすごい大きでしか来ませんわ。だいぶ、あんま大きないけどチビや、最前のよりだいぶ小さいわ。この今ね藻が多いんでね、どうしてもこう竿を立ててこのバスを浮かしてあげんとね、もう時期に藻に絡むんですよ。今度は出ました、小言港並みの。なんか気の毒なぐらいの超ミニバスが、うわっ、来た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 、うわー、小さいけどものすごい大きいですか、今日らへんし、えらいえらい、50メートル以上大きいや、あーえら、あー腕がだるい。けどやっぱり南のバスよりは小さいながらもこうコンディションがね、腹やらが色がほで綺麗ですね。おらーって掘ってるだけで偉いな。また来た、よいしょ、あんま起きないけど、似たようなサイズが多いけどね。けど
北のバスはやっぱりあのプロポーションがね、ええんで、あの僕大好きなんですよ。これはちょっとマシやぞ。ああ、大したことはないけど、うん。辰田博士の得意技の一つ、バイブレーションプラグは冬のビッグバスにも夏場の数釣りにも効果的なルアーだ。ウィードの多い夏、ミディアムからファーストリトリーブでウィードを避けるテクニックが重要になる。今までの中では一番マシやね。ちょっとマシなやつが、うえ。ちょっとマシなサイズが来ましたね。よっしゃ、ついに出た。よっしゃ、じゃんじゃん。ついに出ました。よっしゃ、よっしゃ。辰田博士のもう一つの得意技はスピナーベイト。ウィードなどの障害物に強く、スローリトリーブでボトムを完璧にトレースできる。オープンウォーターの岸釣りでは4分の3オンス以上のヘビーウェイトを使うのがビッグバスを釣るための最低条件だ。じゃん、ついに出ました。イエイ。お、まがやんけ。オープンウォーターのビッグバス狙いのもう一つの重要なテクニックにヘビーキャロライナーリグがある。5号から7号の進化を使ったこのリグは50メートル以上のポイントを楽に狙うことができる。まわやぞ、これでも。おー、まわやぞ、やりよった。仕掛けの説明なんですけど、ここで三つ股つこうて、こんな形になってるんですけども、これはなんでこんなことしてるか言うたら、引きずった時にこの、重りから三つ股までの間の分が結局誘導になりますんで、当たりがダイレクトに穂先に伝わりますし、あのバスは重りを引っ張らんで済みますんで、なんていうんですかね、バスの乗りが分かるんですね。この加えた瞬間の乗りがこの仕掛けやとよう分かるんで、これ使ってるんですけども、それで今重りの下に小さなビニールパイプを通して、これで少しでも根がかりになる岩の割れ目にね入るのを防ぐわけなんですけども、それであとそうですね、アクションなんですけど、まず掘りまして、掘って着水するまでテンションかけながら糸を出していって、着水したらハリスの分重りを前へ引っ張ってください。それでそこから最初ズル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 引っ張っていって、穂先で底の変化を捉えて、ウィードがあったり、ちょっと粗めの石があったりしたところでストップアンドゴーをかけてやるんですけど、でこう
ずる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 、まあ最初ノンストラクチャーのところをねシェイキングとかしてても無意味なんで、このままずっと引っ張ってきて、まあ、あの穂先にやってると分かりますんで、コツンというようなところがあったら、そこからハリスがあと、まあ、3前でしたら30センチ出てますんで、あ30センチ分引きずった時にワームがここに来るな、いうんで、だいたいウィードとかあの石とかここから飛び出した時に当たりがあるんで、この時に、まあ、あのポーズを長めに取ったり、それかあと逆にリアクションバイトでちょっとしゃくってみるか、そんな感じでやっていって、また次の、ストラクチャーまで、ストラクチャーというか、まあ、ウィードやら石のところまで引きずってきて、そしてまたその繰り返しなんですけども、あどこも見てるよ、来ました、あ、外れた、あ、置いて置いて、おお、ゴキゴキ。45ぐらい。OK。サイズ違うって。うまいこと言うけど。出そうやって、ほんまに。いや、わかる。来た。ダブルや、ダブル。俺も行ってるで。ダブル、ダブル、ダブル、ダブル。こっちも向いてや。向いたらならないよね。最高で。来たー。来たー。おるやん。おるな、こんなとこ。来るやん。来るやん、見て。日本一のバスレイク琵琶湖は無限の可能性を秘めている。中でも1989年に湖西の砂浜で誕生したオープンウォーターのビッグゲームは、今では湖北湖東にも広がり、すでに多くのビッグバスがキャッチされている。一方、プレッシャーが高く
より繊細な釣りが要求される港での釣り。ライトタックルで臨めばまだまだ見逃さないフィールドだ。梅雨から夏にかけては思いっきり遊べる数釣り。冬はスリリングなビッグバス狙い。この限りない可能性を秘めた新しいバスゲームは一体どこまでエスカレートしていくのだろうか。